塩川哲也衆議院前衆議院議員、塩川哲也前衆議院議員よりお訴えをさせていただきます。お集まりの皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました前衆議院議員、北関東比例代表候補の塩川哲也でございます。いよいよ衆議院の総選挙です。安倍政権退場の審判、ぜひとも下していこうではございませんか。市民と野党の共闘の勝利、日本共産党の躍進でこそ未来を開くことができます。埼玉1区では鳥羽恵さん、何としても押し上げてください。埼玉5区では山本裕子さん、立候補を取りやめる、その思いをしっかりと私たち受け止めて、立憲民主党の枝野幸男さん勝利のために力を尽くそうではございませんか。そして埼玉15区では社会民主党の推薦をいただき、野党市民の共同候補梅村紗友子さん、ぜひとも引き続き国会に送ってください。どうぞよろしくお願いを申し上げます。そもそも野党が森かけ疑惑解明のために要求した臨時国会の冒頭で、衆議院を解散をする暴挙、断じて許すことができない、疑惑隠しの安倍政権、これは国民の世論と運動に追い込まれた結果ではありませんか。安倍政権退場の審判を下す総選挙にしていくときであります。そして皆さん、今度の総選挙は安倍政権の5年間が問われる選挙、秘密保護法、安保法制、戦争法、共謀罪法という憲法破壊の政治を推し進め、国民の声に耳を傾けない、原発再稼働、沖縄の米軍新基地建設、押し付けという民意無視の政治がまかり通り、行き着く果ては何かといえば、安倍首相夫妻のお友達のための特別扱いの国政私物化政治だったではありませんか。こんな政治はもうこれ以上続けさせるわけにはいかない、安倍さんにはきっぱりとやめてもらおう、この審判を国民、市民、力を合わせて下していく、この皆さんの願い、市民と野党の共闘の勝利、日本共産党の躍進で示していこうではございませんか。皆さん、今度の総選挙で日本共産党は消費税の 10% 増税の中止、そして大企業や富裕層という 1% のためのアベノミクスではなく、 99% の国民のための経済政策転換のために全力を挙げる決意でございます。景気は冷え込み、家計は冷え込み、実質賃金がマイナスとなった、その一番の原因は消費税の 8% への増税ではありませんか。このことへの全くの無反省のまま 10% 増税を今度の総選挙で掲げたのが安倍自公政権、とんでもありません。 10% 増税は決して許さない、その皆さんの願い、日本共産党にお寄せください。皆さん、日本共産党が伸びることが消費税頼らない税制の転換を図る力の発揮につながります。今大企業は空前の大儲け、この4年間で経常利益 1.5 倍という過去最高の大儲けとなり、一握りの富裕層の皆さん、トップ40人の資産の合計というのがこの5年間で8兆円から16兆円、一人当たりにすれば2000億円が4000億円に膨れ上がるという天文学的な資産を上げている、この背景にも減税が行われてきたというのが、実際にこういう儲けを増やすことにつながっているであれば、皆さん、儲けを上げている大企業や富裕層に応分の税の負担を求めることこそ最も公平公正な税の在り方ではないでしょうか。所得が減っている庶民に消費税増税などはとんでもない、このきっぱりとした審判下していこうではございませんか。皆さん、
日本共産党を伸ばすことが原発に依拠しないエネルギー政策転換の力となります。今なお原発事故の原因は解明されず、事故は収束せず、6万8千人もの方々が避難生活を送っておられます。この埼玉県にも4千人以上の避難者の方がおられる。お話を聞いても、あの事故によって仕事を失い、土地を失い、人のつながりを失い、ふるさとを奪われた、こんな原発の再稼働は許せない、これが皆さん、あの事故での避難者の皆さん、国民多数の皆さんの思いではないでしょうか。それを踏み破って原発の再稼働を進め、原発の輸出を進め、あの事故の加害企業の東電にさえ再稼働を容認をする、こんな原発で儲けることしか考えていないような原発利益共同体、この紐付き政治こそきっぱりと改める時ではないでしょうか。この転換ができるのが、企業団体献金一切受け取らない日本共産党を伸ばしていただくこと、国民の声が生きる政治、ぜひとも実現をしていこうではございませんか。皆さん、今度の選挙、日本共産党を大きく伸ばしていただいて、安倍9条改憲ストップ、憲法9条を生かした平和外交を進めていこうではございませんか。北朝鮮の暴挙、決して許すことはできない。その解決のためには、経済制裁強化と一体に、対話を通じた外交努力による解決に力を尽くすとき、安倍首相のように対話一辺倒では、皆さん、あのトランプ大統領が言うように、全ての選択肢がテーブルの上にある、この立場を一貫して支持するという安倍首相が取る手段というのは、まさに先制的な軍事力行使も排除しないという軍事衝突の危険性を高めるものではありませんか。この道に皆さんの願い託すことはできない。北朝鮮、アメリカの直接対話をはじめとした外交努力に変えて全力を尽くすことを日本共産党は強く求めていくものでございます。そして皆さん、この北朝鮮問題に関わって今2つのことが問われます。その一つは、北朝鮮とことを構えようという米軍艦船に自衛隊が護衛を行い、給油活動を行う安保法制戦争法の具体化が進み、皆さんが知らないところで具体的な戦争の準備が進められようとしている、一触即発の事態になれば、皆さんが何ら知らされないまま国民が戦火に巻き込まれ、海外で戦争する国づくりにつながる、こんな安保法制戦争法はきっぱりと廃止をしていこうではございませんか。しかし皆さん、あのノーベル平和賞を受賞したアイキャンという団体が、あの国連における核兵器禁止条約の採択に力を尽くした団体、事務局長も日本の被爆者の皆さんの運動が大きな力だ、このことを訴えておられたように、被爆者の皆さんの戦い、日本と世界の平和運動が作り上げた核兵器禁止条約を署名しないというのが、安倍政権、戦争被爆国の政府としてこれほど許されないことはありません。署名を求めるこの審判下していく、署名しないような安倍自公政権なら、署名を実現する新しい政府を私たちの手で実現をしていこうではございませんか。憲法9条を生かした日本の平和外交をまっすぐ進める日本共産党を、ぜひとも伸ばしてください、勝たせてください、どうぞよろしくお願いを申し上げます。今度の選挙は安倍自公政権とこれに手を貸す補完勢力対市民と野党の共闘、この戦い、まさに選挙の対決で、皆さん、希望の党の政策を見れば、あの憲法違反の安保法制戦争法を容認をし、9条を含む安倍首相の改憲論に加担をする小池代表自身が、自民党と
外交安保政策で違いはないとはっきりと認めている安倍自公政権の補完勢力だということを自ら宣言をしているではありませんか。ここに皆さんの願い託すことはできません。この間市民と野党の共闘大きく進んで安保法制戦争法これは撤回を求めていく、そして立憲主義を取り戻そう、安倍九条改憲は許さない、こういう大きな運動の広がりの中で今度の選挙でも日本共産党と社会民主党、立憲民主党、この3党が候補者の一本化を図り289の小選挙区のうち249の選挙区でこの一本化を実現をすることができたではありませんか。皆さん、ここには広範な市民の皆さんの働きかけがあった、この市民の皆さんの背中押す、この取り組みが野党の共闘共同を大きく進める力となった。今度こそこの力をこの総選挙で発揮をして安倍政権退場に追い込んでいこうではございませんか。皆さん、この間の市民と野党の共闘大きく前進したのも日本共産党が前回の総選挙で8議席から21議席へと躍進をした。この北関東でも私塩川哲也と梅村妙子さんを国会に送っていただいた、野党第2党となった日本共産党の力が市民の運動と相まってこの共闘を大きく前進したことは明らかではないでしょうか。ぜひと皆さん、この共産党を今度の選挙で大きく伸ばしていただいて安倍政権退場、国民と市民の声が生きる政治の転換、何としても実現をしていこうではございませんか。心よりのご支援お願いを申し上げまして、私前衆議院議員北関東比例代表候補塩川哲也の訴えといたします。ご清聴ご協力本当にありがとうございました。ただいまの訴えは塩川哲也前衆議院議員比例北関東ブロック候補でございました。